はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。すごいのが入ってきました。 DR88 って聞いたことあります？ネットで検索するとですね、 DR シリーズ言ったら、まあ、ディアパソンでは結構新しいモデルになるんですが、 DR の86というのは、まあ、3年ぐらい前まで新品で売ってましたので、ご存知の方多いと思います。ネットで調べても DR86 は出てくるんですが、お客様からこう、まあ、売却したいという問い合わせいただいた時に DR88 なんですけど、いや86の見間違えちゃいますと言ったら、88なんですよ。これね、ネットで調べてもね、ほぼ出てこないです。めちゃくちゃ希少なピアノで、なんで希少かというと、多分当時高かったんです。なぜかアグラフなんです。アグラフ仕様なんです。だからあんまり当時売れてない、高すぎて。それが中古で入ってきました。色綺麗でしょ。色がこれめちゃくちゃ綺麗な木目。これ舐めるように撮りますが、これ多分ね、新品で出てたとしたら150万ぐらいします、おそらく。めっちゃええピアノね。そしてね、ここにね、スローダウンの装置がねついてますから、手を離すとですね、こうね、ゆっくりと閉まるという。指挟みません。挟んだら痛いですよ、これ。この美しい木目、あ、一箇所ここに傷ありますね。これはまあ直しますけどね。こういう状態、まあ、角窓タイプのですね、まあ、アンティークな雰囲気はあるんですが、まあ本当に色が綺麗ね。そして中なんですが、本当に DR88 です、これで。86と違うところは、これアグラフ仕様なんです。まあ、高級ピアノにしか使わないというグランドピアノの部品、このアグラフというのが低音部中音部についてます。一本一本弦穴通さなきませんから、めちゃくちゃ面倒くさい作り方。高音は抑えるだけですね。これはもう高音は別に問題ないんでね、こういう作り方をしてあるピアノになりますね。これはすごい。おそらく中古で出たこと過去に一度もないに違うかなと思いますね。超貴重なディアパソン、まあ、私ディアパソンファンの私にとっては、まあ、こういう見たこともないようなディアパソンが入るっていうのはもうドキドキしますね。嬉しくて、はい。そして音なんですが、これまたすごい。鍵盤は人工造形ですね。めちゃくちゃすごいんですよ。中音部音聞いてくださいね。まずね、 F なります。低音、グランド弾いてるみたいですね、この中低音。まあ、日本のアップライトピアノって外国とコンセプトが違うんですね。日本は、まあ、場所的に置けないお家が多いのでね、スペースグランド取りますから、アップライトピアノだけどできるだけグランドピアノに近い状態に持っていくために頑張ったんです。だから大型のピアノがあるんですが、海外の考え方というのは、まあ、所詮って言ったらあれだけど、所詮はアップライトでしょうと、あんまり力入れてない。グランドが基本なんです、やっぱりね。なので結構ね、110センチとかの小型のアップライトが主力です。海外のピアニスト、ジャズピアニストなんかももう110センチぐらいの小さいピアノで、まあ練習用と割り切ってやってるんです。そんなに音別に良くなくてもええわみたいな感じ。ところが日本のアップライトはどうすればグランドに近づけることができるかって頑張る。だからアグラフみたいな面倒くさい作りするんですね。本当に素晴らしい。綺麗でしょう、もう。全然音がいやらしくない、上品です。Thank you.
ませんね。ディアパソン好きの皆さん、多分ほとんどの方が一生に一回の買い物になると思います。まあとりあえず安いの買えといて、まあそのうち続くようだったらまた買い替えようかいう人いますが、まず買い替えない。まあグランドに買い替える時はありますが、アップライトからアップライトの考え、あの買い替えはまずないんですね。だったら最初ちょっと無理してでもちょっと高くても、まあ、ええの買っとこうかなと。特に私と同じような性格の人いると思います。人の持ってないもの、珍しいもの、希少なもの好きな方、ディアパソンの DR88 多分ほとんど持ってる方は少ない、いないとは言いませんね。もちろん機種として売ってたわけですからいないとは言いませんが、ネットで調べてもどこ調べても出てこないというこんなモデル、私は飛びつきます。こんなピアノがあったら今すぐ家にピアノ置きなさい言われたら多分これ置きます、これ置きます。はい、今は家に置いてないんですけどね。ご希望の方いらっしゃったらできるだけ早くご連絡ください。1台限り、次は多分ないと思います。どうぞよろしくお願いします。それではさよなら。